こんにちは。「下手の考え休むに似たり」という言葉がありますけども考えの至らない人っていうのはどれだけ本人がね考えて考えて考えてって言っても結局最終的な結論や決断ができずにですねじゃあ全く考えずに何もしなくても同じことだったよね休んでるみたいなもんだったよねっていうことなんですよね。えー、つまりね考えることっていうのをきっちりとやっていればやっぱりこう思考にもちゃんと筋力っていうのがありますんで。 考えることが得意にななっていくはずなんですよね例えばピンチの時にどうするっていうふうに考えていくことがあると思いますけどもいろんな目の前の材料を組み合わせて突破口を見出していくそれが考えるってことだと思うんですよ。でもおそらくこれとらうえることがものすごくんですよそれはですね何か問題が起きた時に検索するからなんですよ。検索して最終的な回答にすぐにたどり着いて問題を解決してしまう。 そうするとね自分の思考で解決するわけじゃなくて他者の思考で解決してるんですよでもある程度のところまではそれでいいでしょうでも検索して回答が出てこなかったらどうするってことになったり検索できるタイミングじゃない時に自分の頭で答えを出さないといけない時にどうするってこともありますまたですね検索して全ての悩みがなくなるんだったらこんなに楽なことはないんですよどうやって恋愛の問題解決しましたお金の問題は 仕事にんでで不満があるんですか健康上の問題どうするんですかこれ全部解決するわけでしょスマホででも結局は自分のことは自分で考えて自分で行動しなければ検索の結果のその先にはですね自分の答えはないんですよね自分の答えっていうのはこの地球上に何十億人人が増えてもたった一人なんですよどんな人が1万人10万人100万人右って言ったところで 自分が左と思えばそれが自分の回答になるわけですよねどっかの誰かが導き出した回答をそのままなぞれば人生幸せに生きていけるんだったらこんなにね楽なことはないんですけども実際そうではないですよねだから常に思うんですよ考えて考えて考えてね結論が出なくても考えていくこと大事だったりするんですよ結論を出せるねでその中でじゃあどうやって考えていけばいいんですかってことですけども私はね一つの考え方としてこの 思考を活発にするためにはトークをすることだと思うんですよ、ね。で、いきなりマイクを振られて、ちょっと3分間何か喋ってよ、テーマは自由だよって言われて、え急にそんなことを言われても困るよっていうようでは考えてなかったってことなんですよ。だって、課題自由なんでしょ ?3 分でいいんでしょあっという間に終わっちゃいますよ。多分今の私の,のトークでもね、3分はもうすでに,に過ぎてると思うんですよ。しかも朝のライブ放送を30分やった後ですからね、私の場合はね。で、まだまだだ 言い足りないことはあるんですけどもま今日のねあの動画はこの辺にしたいと思いますけども思考が活発に動いていれば答えが出ないまでも自分の考え方を話すことができるし自分の考え方をまとめることができると思うんですよねでも結論がなければその途中の考え方も全く見えてこないってことになるとそもそも最初から考えることをやめて検索というものにね頼ってしまったのかそれとも 問題解決ができれば考えなくてもいいというふうになってしまったのかそのどっちかだと思うんですよね私が思うのは結論が出なくても考え続けることが人間の価値じゃないかなと思いますし考えてとんちんンな回答に行き着いたとしてもそれも独特なオリジナリティのある頭を作ったことになるんではないかなと思うんですよでトークがね苦手な人たくさんいると思いますうん おそらく吉谷さんもトークが苦手という切り口で始めてると思いますけども苦手な人でもね結果はこうやって10年以上の単位で喋れるわけですよしかもそのトークがお金に変わってるわけですよだから苦手とか得意っていうのは実は結果にはあんまり関係ないんじゃないかなと思うんですよねうんだつまりは自分が行動しなくてもいいことの言い訳として苦手なんだという言葉があったりとかねやるとボロを出しそうだからやらないことによって この人は得意なのか下手なのか分かんないって状態を維持しようと思ってメンツを保ってるのかなぁと思っちゃうんですよね。まあなんともみみっちい話で、えー、自分にどんな能力があって、自分にどんな落ち度があって過去があるのか、それ多分ね、自分以外の人誰も気にしてないんですよね。誰も気にしてないのに誰かに見られると思って、いや、顔出しなんてとても YouTube できませんよみたいなね。お前のことは誰でも見てねえよみたいな。 どんな有名人になったつもりなんだと思っちゃいますけどもそれも思考の欠落から起きてくる単純な思い込みなのかなと思っちゃいますよね。じゃあ本日は以上ですいってらっしゃい。